大会アワー。はいどうも、関東シグマ会関西支部の花尾です。関東シグマ会関西支部諸行の伝賀です。あ、諸行です。関東シグマ会、関西支部コーヒーのルントーです。あれで一般校盗んだ一般そのパターンね。このパターンも悪いもん。一般校ってかも結構雑魚員がついかわからない。はい、というわけで、はい、俺たちはね、関西きってのインテリアン級集団なんですよ。あ、言っていいですかそれは。インテグラル集団。インテグラル集団ね。インテグラル集団ですね。今回はそのインテリの俺たちなら、はい、まあ逆に頭の悪いやつの心も分かってしまうのではないかと。なるほど。頭悪いというとちょっと語弊が生まれる。ちょっと怖いな俺、ビクビクする。そう。班長いるから。ということで今回は、はい、なんと。48のアニカちゃんというね、最年少、最年少、パッと見頭も悪そうな子がいるんですよ。あ、パッと見頭最年少はどうなのかな。どうなのかな。いや、聞いたの、アニカちゃんってアホって聞いたらアホですって言った。あー、なるほど。本人公認なんだよね。自称アホ。あ、そうそうだよ。ただ SNS に関してはプロ。あー、確かに確かに、間違いなく学ぶべきことは多い。学ぶべきことは多い。今回はそんなね、まあおアホなアミカちゃんの、まあ、思考を読み解こうという。アホにおつけても何も何にもプラスになってないです。まあ今回はそのアミカちゃんの回答を当てようという。なるほどなるほどなるほど。でも質問は結構あれなんですか、ちょっと賢くないと答えれない。あ、そうそう、まあ小中学生のまあ普通に授業を受けてたら、まあ、絶対解けるよねっていうレベルの。いやでもだからそれを分からんかった頃に戻って回答すればいいってこと。まあそういうことで、そういうことでしょ。我々的に常識みたいな。そういうことで、タイムリープしてね。そういうこと、そういうこと、タイムリープして、タイムリープ、そういうこと。はい、というわけでやっていきたいと思います。メメタバースボーイズマイコントロールキー、せーの、 We are 1048 のアミカ、アナオメーカーさんといえばアミカでーす。今回アミカちゃん、はい、選ばれました。本当にありがとうございます。これはどういう機会でちょっと選ばれたのか気になるんですけど、はい、今回の企画は第1回アホの気持ちが分かるのは誰だ、アホーという企画です。アミカがそのアホな方のを答える。あ、違う、あの私が今からね問題出すんで、その答えを花尾伝言さんらが当てるという。アホ役。はい、アホ役。アホ役です。やっぱり今までのね、フォーエイトのクイズとかでやっぱりバカがバレてしまったアミカちゃんなんですけどね。いやもうアホでもちょっと選んでいただきありがとうございます。はい、で今回アミカちゃんちょっとね、親知らず抜いちゃってちょっと顔が腫れちゃってるので、今回マスクでの参加になります。大変申し訳ございません。申し訳ないです。今から問題を出していきたいと思います。お願いします。まあ今回 3,40 問ぐらい答えてもらって、その中から僕が抜粋しました。はい、じゃあ第1問。はい、アミカおらんのか。A2 乗プラス B2 乗イコール C2 乗、うん、この公式何という名前でしょう。はいはいはい、まあ、でもこれは答えたら意味ないってことだよ。まあまあ、そうなんですよ。それはいやいやいや、合ってるかもしれない。いや合ってるかもしれない。いや、そうそうです。でこの1問目でみんながどれぐらいアミカちゃんのことをいや、やめていくか。いや一旦適当に打って、あの、うん、ラインを探してくって最初の3問で。はい、はい、じゃあこっちから順番に。はい、せーの。二乗の法則、顔なった爆笑。いやそれちょっと天才やなね、俺。そう、ヘノヘノモヘジみたいなね。僕は兄さんの公式。あー、なるほど。僕はちょっと宇宙人の顔に見えるっていう。ここで思考変わるよっていう。もうこれを多分式として見れないんじゃないかと思いました。いやもう直感で。はい、じゃあ回答発表いきまーす。はい、いきまーす。絶対この公式は何という名前でしょう。かけるんですよね。はい、これでしょ。おお、はい、かけるんや。答えお願いします。せーの、ドン、方程式。はぁー、なるほど、なるほど。いや、すごい。そうなんなんや。いけるな、思ったより。あれ、思ったよりいけるぞ。思ったよりいける。思ったよりいける。でもだって方程式っていう事実はあってるから。ごめん、あの偏差値5で見てたけど。そう、偏差値20 ぐらい。20ぐらい。ほんとこの回答失礼すぎて。これだって、これはお前あかんぞ。いやでも、でも中1までやってるんですね。じゃあで、アミカちゃんがいつからグレ出したか。そうそうそう、いつからあんな、お前いつからあんなキャッサブみたいな髪色の。あかんぞお前。いや、あの要素全部反応好きかもしれない。あー、確かに確かに。
あかんけど溶化カリウム溶化カリウム。はい、じゃあ次の問題いきます。はい、マジか。素数とはどういう数字ですか。素数、おお、いい、いいね。じゃあ回答発表お願いします。はいはい、202。はい、オムライスにかけやすい数。あ、ソース。ソース、ソース。俺ちなみにそれ、俺もあんねん。俺もそれあんねん。ソース、俺は素直な数。なるほどなるほどなるほど。いや、漢字変化できてない。素直に。いや、素直の素なってないと思う。そう、できないんで僕は、はい、でも逆にむっちゃ理解できる可能性を考えた、素な数っていう。全然。いやいや、やばいやばいやばい。これはもう素材ですね。中3であの波やるんで。はい、じゃあ回答。これ答えまず超気になる。いや、俺なんで答えないやろ。じゃあいきまーす。回答どうぞ。素数とはどういう数字ですか。あ、これ、はい。おっしゃー、ほら見ろー、ほら見ろー、ほら見ろー。素直に言ってよ、お前ら。マジかよー。ちょっと待って、当たるこれ。当たれるわ。すごいわ。あ、てことは、素数の層が素直の数にはなるってことだね。どんだけバカやと思ってる。じゃあ、もうちょっと上げます。お前が多分一番やりすぎだよ、今のところ。お前やりすぎ、お前やりすぎ。レッドの圧力が得意ですよ。僕、今日かかってるんですよ。試されてるぜ。試されてるよ。はい、行きます。問題。1メートル、1ミリメートル。では、この次に小さい単位は何？むずい。や、これは出ないな。それは出ない。絶対出ない。だから、まあ、1000分の1、で次100万分の1かな。うん。そう。なんで俺の顔見んねん。なんで俺の顔見んねん。網顔やぞ、これ。それはな、嘘で。問題を選択してるのは我が家から、つまりこれはちょっとおもろい回答なんかな、みたいな。そうなのよな。はい、じゃあお願いします。せーの。ミリミリメートル。はい、ミリミリメートルです。ミリミリメートル。いや、これでしょ。はい、モロミリメートル。お前ちょっと変えた。変えた。僕は1万トルで。いや、でも初見やったら M もう一個つけたくなるんで、絶対。お願いします、発表。はい、どうぞ。では、この次に小さい単位は何。答えは1マイクロ。うわー、分かるんかい。ちょっと一緒にちょっとあの赤外線観察しようぜ。今の偏差値いくつ。え、もう53。今ので結構跳ねなかった。53ぐらいあるんじゃん。アメリカ株価今急上昇。バブル来てる、バブル来てる。はい、続きいきます。はい、顕微鏡で対物レンズを回す部分を何と言うと聞きました。はい、僕の大好きレボルバー。そこで、アマリザ君は何と答えたでしょう。アマリザ君。でも、アマリザはどちらかというと、ギャグは炎って感じだよ、多分。若干ボケてきそうな。じゃあ、はい、発表お願いします。せーの。はい。レンズグラスパー。パー？グラスパー？あー、レンズを使うもんね。いや、グラスそれよ。いや、そう思うでしょ？そう思うでしょ？スケのサードステージにランプグラスパーってある。それはお前だけやから知ってる。あまりだから知ってる。いや、僕は単純にシャンデリア。あ、見た目。あー、なるほど。まあ、俺はリポピン。麻薬っすか。もう、いや、僕は対物レンズ大回転装置とか。あー、なるほど。いや、お前いきます。問題ちょっとむずいかな。対物レンズを回す部分をなんという。ちなみにあまりだわかる。ね、これは。いや、ふざけんじゃねえよ。ちょっと、あの、ふざけんなよ、マジで。これだからアホは困るもん。はい、じゃあ、はい、終わりました。はい。うわ、もう、アマリザもう絶対俺たちと二度と会い入れない。いや、マジで。アマリザをやったら僕らもうめっちゃキレてますよ。いや、ほんまあれ、お激怒だよ。マジで。はい、じゃあ次の問題いきます。こちらのような液体の酸性アルカリ性を測る道具を何という。何やこれ。知ってそうなんやけどな、でも。まあ、髪の毛だってね、もう髪の毛酸性ですもんね。初めて。朝顔みたいな。正直これの回答に俺の YouTube 人生かける。そんなに。そんなに違う。いや、俺アミカちゃん今日好感度上がりましたよ、すごい。アミカちゃん。そうか、すごいいい子。めっちゃいい子やで。いい子。俺も思った。動画編集してて、めっちゃいい子やな。あんま YouTube やんない方がいいんじゃないかな。いい子。いや、YouTube に経験やってるやろ。こんな人間になっちゃうからする。じゃあ、お前はもともとひねくれとるわ。
人だからそうなってんだ。最高だけー。はい、俺はじゃあ行くで。はい、はい、リトマス氏。いやーやばい。いや、そっち。俺はこれにかける。いや、俺はアミカにかける。いや、俺もそれ思って。カーボですか。いや、俺これにかける、本当に。スッパチャップスです。いや、だからお前それ YouTuber の回答なの。俺だいぶ好き、この回答。俺めっちゃ好き。チャップス。はい、じゃあ僕は、賢い世界線のアミカ、マグネシウムリボン。絶対やばい。いや、でもリボンっていう名前つくからちょっとなお、いや、女の子っぽい、耳には残るんや。僕はその先を想像してスポイト。だから、ね、画像よく見たらワンちゃんっぽく見えるんですよ。液体のね、そう、液体が入ってるように見えて。なるほど、確かに。でもあれな、YouTube 人生かける。やめ来い。やっぱかける。マグネシウムリボン来い。液体の酸性アルカリ性を測る道具を何という。えんちゃんも知ってるか。うわ、ひらめいてる。はい、それではこちらをお願いします。リトルシュ。そういうパターンあるのね。めっちゃ欲しい。あと1個ね。うわー、欲しいな。やっぱ、アミカ大好きやわ。いやー、今回こそ来た思ったのに。危ね、最後の解除しといて。いやー、よかったー。この後にリトマシとも言ってました。めっちゃ欲しい。うわー、めっちゃ欲しい。微妙に先生の話聞いてるやん。いただきます。かわいい。食塩を化学式で書くとどうなりますか。渋い。これやめて。アミカちゃんってやっぱでも自由な発想だと思ってるな。うん、知るとは制限されるということだね。知るとはやっぱ残酷ですからね、やっぱり。そういうのを気づかせてくれる企画やったね、これって。いやー、なんか、いい企画かもしれないですね。はい、じゃあお願いします。僕はですね、はい、これだけ。うん、CL。CL だけ。いやいやいや。え？塩。あー、やる。やるな。待って、うわ。それはでかいかも。それでかいな、確かに。マジで。はい、僕は、SKEN。あー、そういう系ね。食塩の。僕は食塩。あー、はい、じゃあ行きますか。どうだこれ。いや、でもこの3つ目からくさいからな。食塩を化学式で書くとどうなる。食塩でもあれだ、あるかな。はい、それでは答えのお願いします。足を。あー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 。いや、もうなんか俺これを思いつけん、自分が憎い。ベンタほぼ正解。うわー、ほぼ正解やね。同族検査なんで許してください。同族検査で許してください。これは結構、0.5 ぐらいは。0.5 ぐらいは。0.5 上げましょう。やったー。現状まだ俺1位や。これがやっぱでもいけない。いやー、でもあのリトスイカ。あ、そうだな。はい、じゃあ行きます。はい、こちらの、日本最南端の島の名前を答えてください。まあ、小学校で日本最南端の島ね。知ってる島の。そう、知ってる島の名前書くと思うんですよ、さすがに。ポリネシア。マーシャル諸島。マーシャル諸島。北千住島。北千住島分かるんだったら、マジで俺ら友達になれるから。完全にこっち側の。こっち側の回答。こっち側の回答。これちょっと当てたい。はい、じゃあどうぞ。南鳥島。はい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 。いやいやいや。最南端からの想像よ。いや、同じ発想で僕も南島。ああ。南島。はい。俺は、二人の遺伝子を引き継いで、南沖島。あそして僕は花輪さんの一要素を引き取って沖縄。いやでも沖縄ではない。いや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 、でも見た目は南国。いやでも南国じゃないですか、パッと。いやそうだけど。はい、じゃあ答え。だとしたらでも我がは出さないはず。イエス。いや俺だ。ここで我がはも入る。まず書いてチェック、我がはでチェックする。いや、そっか。二段階認証。これちょっと不審あるぞ、でもこれ。うん、来い。日本の最南端にあるこの島の名前は。え、これさ、沖縄の歴史に見ましたよね、この島。いや、やめろ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 。はい、答えの方お願いします。岩。いやいや、ダメだ、ダメだ、ダメだ、これはダメだ。一発ビンタさせて。いやごめん、ちょっと、これはやめだ、もう、やめだ。二度と滋賀県に来るな。これはちょっとすいません、ちょっとだけ下げさせていただきます。これはもう急降下。ちょっとリーマンショック来ましたね。そうです。ちょっと頑張りすぎました。波が崩壊。波が崩壊。もう出でも、いやでもいよいよこのレベルが来たってことだよ。いやそうか。クライマックスだよね、これ。ラスト2問とか。ラスト2問ね。はい。はい、行きます。東京リベンジャーズの佐野万次郎のセリフで、ひよってるやついるとありますが、ひよるを漢字で書いてください。
なるほどね、普通にむずいやん、日和ね、うん、はい、じゃあ回答発表お願いします。はい、せーの、日和。あーあーあーまああるな、弱いって感じちょっと言ってみました、はい、ちょっと日和ってるやつ言う。いやいや、夜にあらず、夜にあらず、夜にあらず、みんなもうヤンキーを夜に繰り出すんで、間違いない。なので、夜に、夜じゃないようなテンションのやつちょっといるわけねえよなみたいな。いや僕はもう王道です。正解した、勝ちに来た、勝ちに来た、それはない。いや俺これはだって書けん。いやいやいや、琵琶湖や、琵琶湖って言っておんねんで、ワードしか知らへんと思う。祝ってるんですもんね。そう僕は日は読めて、世は多分一番これがよく見る世じゃないですか、漢字で言うと。あーあるもんね、あー日和って。はい、じゃあ正解どうぞ。これはあるで、日和を漢字で書いてください。無理無理無理、うっそ、ほらほらほら、最後の方漢字こい。あっ、生きてるやついる。いやー、うわー、そう、豊か、いいなー、これ意味は多分分かってんすよ。いやでも頭いいな。だから言うたら、デコってるやついるってことやろ。いや、ノーギャップ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 。僕か。怒ってる、怒ってるやつ。デコってるやついる。まあ、いるな。まあ、怒ってるやつ。確かに通り部っぽいもん。そうそうそう。いや、でもこれありそう。新しいな、これ。うまい回答。いや、これ、流行るぞ、これ。うわ、はい。はい、じゃあ最後の問題です。はい。So many men, so many minds。このことわざを日本語ではどういう？回答発表お願いします。こちらです、マイキーが言ってた人を思う心持てる。それは通り部的にめちゃくちゃ怒る。だって人心両方入ってます。確かに。ちなみにドラッケンやけど言ってたな。ちょっとごめん。いやでもそれはうまい、人を思う心持てる。いや僕も心というか、なんかそうめに麺前にいたんで、うん、ラーメン食べ過ぎた後胸焼けしがちって。お前帰るか。この回答があったの。これ麺をいっぱい食べたら、そうめに麺、そうめに満員だ。ダメ、心いっぱいというか、もう胸焼けしてきた。お前もうふざけとるやん。僕は相思相愛。あー、なるほどなるほど。相にやっぱ引っ張られるかなって思ってます。僕はみんな違ってみんないいとか、うん、あー、いやー俺それ言えんと思 う。はい、じゃあ回答。So many men, so many mind。 このことわざを日本語ではどういう？発音うま。それは、男は金、結局金。お前そんなに。アンミカ、過去に辛いトラウマでやっぱ入ってるから。あれか、この企画アホやったか、ほんまに。うわー。というわけで、今回のアホはアナオさんです。ありがとうございます、はい。あんまり嬉しくねえんだよな。アミナさんに対する感情がすごい、もう乱抗議したらしくて。いい子、いい子、最後はもうマイナスに行きました。正直ちょっと辛くなっちゃったな。いや、なんか天板にやられた、マジで。アミカちゃん、ほんまにありがとう。ありがとうございます。アミカさんの面白い回答ありがとう。ありがとう、アミカ。君に頼んでよかった、ほんとに。君がいたからこの企画が成立できたんよ。ありがとう、そう、ありがとうございました、ほんとに。ありがとうございます。はい、というわけで今回はですね、はい、実は、LINE との、コラボ動画やってまして、はい、なんと今 LINE 音声で東京リベンジャーズの、音声がね聞けるというっていう、まあ、仕様になってまして、はい、で今からねちょっとそれを、やってみたいと思います。はい、でまず設定画面行って、このね LINE ラボスっていうところに行ってもらって、この音声検索をまずオンにします。はい、お、なるほどなるほど。で、このですね右上のマイクのね、ボタンをタップしたら、うん、もうキャラ変更みたいなのがあるんで、やったら、マイキーのね、おぉ、ほらほらほら、もうマイキーになるんですよ。え、会話できんの？ちょっとやってみてよ、それ。マイキー、おはよう。なあ、今日の天気確認しとかなくて大丈夫か？めっちゃええやつや。ほら、マイキーがええやつや、確認してくれる。そんなことありえへんから。マイキー、今日の天気教えてくれ。三ツ矢がお前のために、調べてくれたんですか。私はあの、三ツ矢なんや。ありがとな。あ、そっちなんやね。三ツ矢経由で、あの、マイキーに言ってる。あの、三ツ矢も相当、確かに。仕事早いぞ、これ。確かに、すごいな。じゃあ、ちょっと、電眼にメッセージ送ってみたいと思います。メッセージ送信。メッセージを送る相手を選んでくれ。電眼。メッセージの。お、すげえ、すげえ、すげえ。あ、電眼いけました。このメッセージ送信するのに。お。ひよってるやついる。いや、明日、明日いねーよな。行くぞ。あの、明日っていうの送るのにめちゃめちゃあの確認されるっていう。あ、来た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 。いや、明日だけ来ても何も思わんけど来たわ。
いやほんまこれということで、まあ、こんな感じでね、はいはい、呼び出し機能とかも、はい、あるのでね、まあ、皆さんぜひ使ってみてください。ぜひやってみてください。これ楽しいです。友達同士でやると、はい、でこのマイキーは、はい、親密度っていうのがあって、追加したすぐの時点では結構塩対応な感じなんですよね。なるほど、めっちゃおもろいやん。また心開いてないですよ。めちゃめちゃやっぱマイキーに構ってあげまくったら、さっきみたいにひよってるやついるみたいな、これ好感度マックスじゃんと言ってくれないですよ。じゃあ好感度マックスを目指して、みんなはちょっとこのマイキーと戯れてもらう。ぜひ戯れてほしい。なるほど、そういうことですね。はい、でこのサービスなんですけども、はい、期間が2022年の2月17日までやってきるので、はい、皆さん今すぐね、この機能を追加して、はい、ぜひ遊んでみてください。はい、遊んでみてください。はい、というわけで今日の動画をこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。